駅の方に向かってる感じなんですけれども、ほらね、ここ八幡通りってなってるじゃないですか。亀田八幡からちょっと歩いたところで、でここ八幡通りって言って、まあいかにもって感じなんですけれども、まっすぐ行っても函館駅行けるんですけれども、まあ、線路とはあんまり並行してない感じなんです。いや、線路と並行してるんですけど、線路からちょっと離れてる感じなんです。でちょっとこっち曲がれば、とりあえず函館本線、五稜郭と、函館の駅を結ぶあの線路の脇あたりを歩くようなところになるんで、まあ、5号線はそうなんですけれども、まあ、そっち行ってみようかなと思います。で今そのさっき八幡通りからこっちの方、5号線方面に曲がって今テクテク歩いてるんですけれども、この辺の地名がちなみに宮前町といって、まあ、いかにもあのお宮、神社の前にある、まあ、門前町みたいなもんですね、お寺でいうところだなという感じです。もう地名がそう言ってますね。で今こんな看板見つけまして、この道はだいたいこれでわかると思いますけれども、まっすぐ行くと江差とか松前とか行く国道227号線です。いわゆる道南至里鉄道に並行しているような国道です。そして、左に折れると函館山、反対に折れると江差道とか森とか書いてますけれども、まあ、簡単に言うと札幌方面に行っちゃうということです。ちなみにここの地盤は海抜2メートルなんでそんなに高くないですね。だから東日本大震災の時もこの辺、函館って実は北海道で唯一津波被害で亡くなった方がいる場所なんですけれども、この辺来たのかな、なんか函館駅前は浸水したんですよね、津波で。確か唐突にでっかいガスタンクがあったりとかしますけども、北海道ガス、北ガスですね、北ガスのでっかいタンクがあったりしますけれども、でなんか高速バスとか乗ってるとこの辺にガス会社前っていうのがあって必ず止まって、なんだろうと思うんですけども、ここに北海道電力じゃない、北ガス、北海道ガスがあるからなんですよね。だからこうしてみるとなんか唐突に立派なものが立ってるっていう感じ。札幌の大谷地にもありますけどね、確かで、ね、一番最初の動画の2番目あたりに確か北ガスのタンク2つ並んでるよって写真か映像が出てくると思います。それであとなんか15メートルぐらい歩けば国道5号線ってとこまでやってきましたけれども、まあ、今もお話ししたんですけど本当に眠いですね。あ、すごい、このバスの名前が居合学院と書いてあって、これなんだろう、中高一貫校があるんですよ、函館居合っていう女子校なんですけれどね、それのバスかな、そうかも、生徒さんを送迎するバスかな、ただ一瞬幼稚園バスかなと思ったんですけども、座席が、そうでもなかった。で国道5号線までやってまいりました。今こちらをずっとまっすぐ行くと函館駅まで行っちゃいます。とにかく眠いのと、またトイレ近いものが発動したのと、とりあえずコンビニあるかなと思ったらあったじゃないですか、すぐそこにセブンイレブン行ってお手洗いとかって、まあ、その後のことを考えます。でそして引き続き、函館駅に向かって5号線を歩いております。あ、すごい、これなんか釣り具屋さんのような、釣り具屋さんっていうか漁具って言うんですか、漁師さんが使う道具、売ってるのかな、飾ってるのかな、まあ、漁師町ですからね函館って。いや、だいぶ函館山も近くなってきまして、なんかすごくくっきり見えますね、なんか空気が澄んでるんだなって感じです。で下の方はなんかすごい大きい なんていうか横長の建物があるんですけども、あれあれです、JR 北海道の函館運転所なんですよね。だからあの辺になんか特急列車とか、なんだっけ、なんかいろんな列車止まってるんですけどね。だからまあ函館駅までは確か函館山降りてあの辺だから、もうちょいかなって感じです。今歩いての海岸町という事務所で、道路の向かいか若松町というところなんですけれども、だからあの辺をあとこうクイッと曲がれば多分函館駅かなっていう、あんま自信ないけど確かそんな感じのような気がします。まあ、だんだんと函館駅に近づいていっていますけれども、こんな広いところもあるんですよね。もう あの辺ちょっと今見えないんですけれども、もうなんか函館駅のホームがあの辺もうなっちゃってるので、あ、すごい水飴とかがある、あ、すごいですよ、あそこになんか石の蔵がありますけれども、結構年季の入った
函館は本当に小樽並みになんかひょって見たら古い建物がうじゃうじゃあるような町ではあるので、特にあの半島の先っちょの方なんかはそういう町ですからね。もうあそこは函館駅って感じなんで、あ、これか、そうですね、 ルートインもここまで来たんで、ルートイン越えればもう函館駅のロータリーです。着いた着いた、現在6時35分ですね。1時間半ぐらいかけてここ歩いてきました。あ、結構まあ寄り道してましたけどね。さあ、見覚えのある函館北陽ビルもやってきましたし、ね、あ、クロフォートじゃない、コンフォートホテル。クロフォートあれですね、なんだっけ、三笠の方に、なんか鉄道技術士のクロフォート公園とかってあるんですよ。なんかそれですよね。さて、あ、やってきました。函館駅です。なんか函館来ると毎回早起きさせられるなって感じですけれども。ここまで来たら、あとは正直何もしないで3時間じゃなかったかな、6時半、そうですね、4時間弱待ってればまあバスに乗れるっちゃ乗れるんですけれども、どうしようかな、朝ごはん食べるまでもないし、なんか軽く食べるか。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと、太郎の雑学カフェ、こちらの方もやってますので見ていただければと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次の動画もぜひよろしくお願いいたします。